本日は第7ステージ、これで最終的な勝者が決まります。山頂ゴールでニースからバルルプロール・ラ・コルミアーヌへ 166.5 キロ、最後は16キロの上りで平均勾配が 6.3%、 それまでにカテゴリーの上りが3カ所もあります。有力な選手で結成された逃げ集団ができました。メンバーはパレパントル、デヘント、エデ、ペレス、ベッティオル、そしてアラフィリップですが、ペレスはアラフィリップの加速についていけずちぎれ、ボーラの引いているメイン集団に吸収されました。最初の区間スプリントはベッティオルが3秒のタイムボーナスを獲得。狙いはアラフィリップにタイムボーナスを取られないようにするためでしょう。でないとチームメイトのイギータの総合順位に影響を及ぼします。シャフマンは逃げを追いかけるにつれてチームメイトを失ってしまい、サンウェブに協力を願ってみましたが断られてしまいました。最後の上りに突入、デヘントとアラフィリップが加速し、他の逃げ集団メンバーを置き去りに。ですがベッティオルは笑顔でカメラ目線、しっかりと仕事をこなしました。デヘントは後ろからのプレッシャーを察知、自分の得意技である独走を開始。後ろから最初に仕掛けたのはアナコナ、その後すぐコフィリスのギオーム・マルタンも。マルタンは加速しすぐにアナコナを追い抜いていきました。シャフマンはだんだんとチームメイトを失い、残り9キロ地点でグラスチャートナーも最初の追走の疲れで失速していきました。マルタンも追い抜かれました。上がってきた集団は小さく、メンバーはポート、ニバリ、シャフマン、ベノート、イギータ、キンタナ、ピノ、そしてその後すぐに仕掛けたバーデ。ですがそこまで逃げられず、ポートはチームメイトのためにハイペースでもがき、すぐに追いつきました。またデヘントとのタイム差は1分以下に。4キロを切った時点でタイム差は36秒に。その地点でキンタナがダンシングで仕掛けると、他の選手は反応できず、キンタナはデヘントを追いかけるために独走状態となりました。見ていて気持ちのいい走りです。ポートの仕事が終了、残りはニバリが一人で頑張らないといけないのですが、なかなか集団から出ることができません。ここでキンタナがデヘントを追い抜きました。後ろの集団とのタイム差がだんだんと大きくなっていきます。最後の1キロ突入前にベノートが仕掛けます。総合成績ではキンタナはシャフマンにとって危険性はありませんが、サンウェブのベノートはたった36秒の差、逆転が可能です。ですがシャフマンには反撃する力はもうないようです。ゴールラインにキンタナが余裕でゴールイン。キンタナはまた良い走りを見せてくれました。さて気になるのは総合優勝争い、ベノートはどれくらいシャフマンにタイム差をつけられるのでしょうか。キンタナより46秒遅れてゴール、ですが後ろにはシャフマンが見えています。グルーパマエフレジのティボーピノが3位、イギータ4位、ニバリ5位、シャフマンが6位。シャフマンの努力は報われ、パリニースの優勝を獲得。今年のキンタナは本当にいい成績を見せてくれています。なんとこれで今年5勝目となります。ポリウムには色のついたジャージが勢ぞろい。3位のイギータはベストヤングライダーの白いジャージ、2位はポイントショージャージをまとうベノート、そして1位は黄色ジャージを2日目から着ていたマキシミリアン・シャフマン。ヴィンセンツィオ・ニーバリは4位に、ピノは5位、そしてキンタナは6位に上がりました。山岳賞を獲得したのはコフィリスのニコラス・エデ。チームサンウェブはこの1週間の素晴らしいパフォーマンスでベストチーム賞を獲得。しばらくレースハイライトはないと思いますが、 GCN ジャパンでは他にもたくさんのコンテンツがありますので、ぜひチャンネル登録をしてこれからもお楽しみください。1週間ありがとうございました。